はい、こんにちは。今日ですね、吉祥寺にあるとあるカフェにもう完全にこんな感じですね。ちょっと見えないかな。ちょっとまーちゃんが大好きなキャラクターのカフェです皆さん。溝口部長おすすめということで。おすすめです。美味しいです。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。はい。店内。何がいいの？どうせならラスカルの顔が堂々とドドンと出てるやつ。これか尻尾。あ、これ尻尾なんですね。可愛い。こっちもあるよ。それで普通に取って。これ食パンめちゃくちゃうまい。あ、ラスカルで。どれがいい？これか、やっぱこの2つの歯がいい。キュンかウインクか、すげえ。キュンなんか味違うっぽいです。サクチョコクリーム、ここはチョコクリームで、これがチーズです。違う。全部同じだ。なんでウインクにします。ウインクにします。じゃあとはランチね。グッズもちゃんといっぱい来たんですか。可愛いです。そこに階段の途中、その横にいる。ぬいぐるみ。これ可愛い。どれが？尻尾ついてる。やばいね。肩に乗っけて歩きます。肩に乗っけれるんですって。ウェイクと俺のお腹と同じぐらいのラスカルいるからね。また？俺と同じぐ俺以上のお腹だ。ラスカルってお腹出てた。綺麗なお姉さんですね。はい。あ、これ。はい。多分まーちゃん平気。だって俺で平気なんだもん。俺で平気なんだ。なんか目もある。え？はい、なんかこんなになってます。可愛い。本当だ。出てる。じゃあ好きなとこ座ってください。はい。じゃあそこ。いいよ。そこ。座ってください。尻尾ついてるからね、椅子にね。あ、本当だ。あ、いいよ。こっちもいいな。ちょっと映っちゃうから。どうぞ好きなように。尻尾付きの椅子もありますから。いたでしょ。俺よりでかいお腹。いました。そこに。ね。じゃじゃん。はい、私よりでっかいお腹。一緒に並んだはい写真。はい。うわ2人並ぶと余計でかくないな。はい。